皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。マナトが、かねてからたびたび口にしている憧れのアーティスト、イリさんと対談をするということが発表されました。いや、嬉しいですね。この企画は、毎週土曜日に JWave で放送されている、ギャオミリオンビリオン。 こちらの番組初の公開収録ということで、今回のイベントが企画されています。ギャオミリオンミリオンをお聞きになっている方はご存知かと思いますが、こちらの番組では、毎月それぞれのメンバーが月替わりでチャレンジをしていくという企画が放送されています。今までには、ソうタとダンサーのカイタさん、流星原田さんとの対談や、りょとジョナスブルーとの対談、 竜兵と女王蜂のボーカルアブちゃんとの対談、レオと作家の萌え柄さんの対談などが放送されています。この対談の様子はラジオだけではなくて動画配信サイトのギャオでもご覧いただくことができますのでそちらのリンクを貼っておきます。そんな企画でマナトがついに憧れのイリさんとの対談が決定したということでこれはマナト本人は間違いなく ものすごい嬉しいと思いますけれども、私たちファンにとっても絶対に見逃せない回になりそうですね。ラジオやギャオでの配信も楽しみですが、今回のイベントは公開収録ということで、募集はわずか10名様にはなりますが、当選すればこの2人の対談の様子を現地で生でご覧いただけます。公開収録の内容をお知らせします。 開催日時は2月21日火曜日、18時30分会場、19時開演、20時頃終了予定です。会場は都内某所、ナビゲーターはマナト、ゲストはイリさん。募集人数は10名、締め切りは2月13日月曜日の23時59分までです。私もマナトのおかげで、イリさんの楽曲をたまに聴くことがあるんですけれども、 すごくアーティシズムを感じる唯一無二のアーティストさんだなと思っていて、この二人がどんな会話をするのか、本当にこの放送が待ち遠しいなと思っています。はい、今日は行ミリオンミリオンにて、マナトとイリさんの対談の様子の公開収録が決定したという件をお話しいたしました。どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。